どうもラーメンロタスのケイシーです、はい、今回は静岡市のラーメンフェイクで TKM の作り方をレクチャーしてもらいます。お店と家庭でできる2つの TKM を紹介してもらいます。ではどうぞ。まずは麺を測ります。麺どんな麺ですか？麺はね、13番だね、切り場で言ったら。若干太めですか？結構太いんじゃない？本当だ。はいはい、はい、まずお店のメニュー、はい、TKM作ります。あ、お店の方で。麺が 220g。 あ、結構多いですね。多い？じゃあ減らそうか、もうちょっと一応220でやらせてもらってます。はい。あ、でも汁なしだとそのくらい必要ですか？早速茹でてきます。はい、入れますね。はい、TKM 以外も使ってますか？いや、これはね、TKM 専用麺。あ、専用？はい、他には使ってます。今ね、4種類お店では麺使ってます。しげこ何種類？あ、うち3種類です。3種類、6分入れます。6分長いですね。長い、ま、前は7分半だったんだけど、はい、ちょっと麺変えて、はい、6分ぐらいにしたんだけど、それでも長いかな。一番基本の麺で何分茹でてるんですか？麺が1分ぐらいかな。あー、なるほど、それは短いですね。チャーシュー切りますよ。はい、レアチャー切るんで、切っていい？はい、はい。結構 TKM のレアチャーシューは薄めに切ってます。1ミリぐらい、はい、さっき一宿のクジラ食べてきたんですけど。あ、そうなの？ありがとう、はい、レアチャーシュー結構存在感がありますよね。結構ね、味濃いめにつけてる。なんかレアチャーってなんか味薄いのもあるし、はい、味が入りづらい、入りづらいか、本当は煮豚の方が好きなんだけど、はい、でもまあレアチャーでも味ちょっと濃いめにしたいなっていう思いがあって、ベースのタレが濃いってことですか？ベースのタレが濃い、かなり濃いのつけてる。あと麺線がすごい綺麗だった。綺麗ですよね、あれ。店長がね、はい、うまいよね、麺線。はい、やり方があるんですか？あるある。なんかくるくるってやってる、くるくるって。へー、結構テーブルの中でやってるから。なんでそもそも TKM やろうと思ったんですか？卵かけご飯がめちゃめちゃ好きなんで。ああ、昔から、ね、聞いたことあります。大体こっちのフェイクも人宿も両方でやってて、はい、卵かけご飯大好きだから、まあじゃあ卵かけ麺もいいなと思って、はい、そんな感じでやってます。この卵ですか？そう、卵。これなんかこだわりある？これはね、大洋卵っていう、はい、九州の雲仙で作ってる卵です。すごいね、黄身が濃くて美味しいやつ。なるほど。まあ、卵はね、こだわった方がいいね。タレを入れていきます。はい、ちょっと先に入れちゃったんだけど、あと塩だれ、はい、うちの塩だれが入ってる。先に入ってるのは何ですか？先に入ってるのは内緒です。内緒のタレ。そう、はい、内緒ですに塩だ塩だれ、はい、これね、牡蠣のラーメンとかに使ってるかな、この店の。まあ、牡蠣のラーメンのために作った塩だれ。ああ、なるほど。で、こっちがね、醤油だれ。結構パンチのある、はい、具材を先に入れます、はい、ネギは九条ネギです。あ、九条ネギ、まあ、全部九条ネギ使ってますと。京都から仕入れて。京都から仕入れて、美味しいですね。で、あとはまあガーリーと味変のレモン、はい、と黒バラのりです。黒バラのり、はい、まあのりです。あとはもう麺を待つだけ、あと1分、はい、久保田さん、3店舗ラーメン屋さんを運営してると思うんですけど、はい、いろいろのメニューがたくさんあると思うんですけど、うん、メニュー開発で大事にしてる点って何ですか？そんな真面目な話をしてまあでも、全体的には知ってると知らないの境界線、はい、味の、はい、まあよく俺も言ってんだけど、はい、まあ、知ってる味いいよね、はい、知らない味だと美味しいかどうか分かんないじゃん、はい、そのちょうど知ってるような知らないような、はい、新しいようなみたいなところをいつも狙って作りたいなっていう思い、はい、うん、あとは、まあ、結構味に対して意識してるのは、3店舗あるじゃないですか。3店舗ある。その中でなんか店ごとになんかコンセプトとか、一応全部メニューが違うので、はい、で1店舗あたり12種類やろうって決めてて、大体12種類12種類あるんですよ。どの店違う。何ですか？ラーメン、あ、ラーメンの種類が、味の種類が、具じゃなくて味の種類を12種類全部で。本当だ、あれ3412ですね。そうです、全部の店12種類や。4人で来て4人ともにこう自分のお気に入りがある店になりたいな、全員にハマるような4人で来て、4人とかがやっぱ種類が多いっていうのは、はい、意識してるのと、はい、あとやっぱその町にあった味というか、うんうん、風土もあるし、町にあった味っていうのは意識してるんです。静岡はまあ東部と中部やってると思うんですけど、うんうん、東部と中部で違う点ってあるんですか？明確に違うのは、はい、やっぱり、ね、ちょっとね、甘さが強めかな、こう中部の方。なるほど。うん、ね、甘めに感じるのと、あとは甘さってむずくない料理。
どういうイメージ、はい、甘さ。甘さをどうしてる？甘さ難しいじゃん。ないと、うん、決まらないですし、ありすぎるとマイナスに当たる。だから甘さの調整というか、甘さをどこに設定するかっていうのはすごく意識してやってるかな、はい、あと甘さの質っていうのかな。いろんなもので甘くすると思うけど、難しい。砂糖もあれです。上白糖は使わないとかですか？上白は使わないね。ああ、そういうことだ。やっぱ調味料はこだわってる。麺洗います。ひとやどのクジラの混ぜそばがそういう味なんですか？攻めてるんですか？あ、混ぜそば攻めてるね、結構、はい、あれがちょっと一番気になります。和なのか洋なのか中なのか分かんないような、はい、味にしてみたんだけど、なんか懐かしいような、全く知らないような、はい、不思議な味、結構あれはなんか再現できてるかな、はい、過去の自分の作ったものでいうと何なんですか？ひとやどの強風冷製なんとかラーメンみたいな名前忘れてるすぐ忘れて、はい、夏限定で食べてそろそろやるんだけど、あれは一番自分の中で自信があるかな。どういう味？説明ができないんだけど、はい、まあ、京都京都作ってきて、いろいろなものを、あ、これはいいなと思ったのがそれかな。はい、麺入れましたので、はい、洗いまして冷やしました。あとチャーシューを、チャーシュー、はい、さっき切った薄いチャーシューを、太陽蘭ね、太陽蘭来ました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっといただいていいですか？はい、食べたことない人もいると思うんで、はい、この味をね、いただきます。プロ目線で食べ方は？食べ方はまあどうすればいいんですか？とりあえず混ぜる。なるほど。具はまだ後でもいいかもしれない。混ぜて結構激しめに混ぜる。激しめに、うん、なるほど。あ、ほら、この黄身の色が、はい、卵がね、重要かな。卵の味と値段が重要かな。このくらいでいいですか？あ、いいね、美味しそう。はい、ちょっと黄色いところをちょっと食べてもいいかな。そうだね。はい、じゃあいただきます。はい、はい、うん、早くなかった今ちょっと卵の濃厚さ出てますね、うん、あ、本当にど直球というか、まあでも結構なんか分かんないけど、はい、物作るじゃん、足し算で作ったり引き算で作ったり、はいはい、結構おいしいものってシンプルよね、レシピが。調味料とか食材とかにこだわってシンプルに作った方がなんかおいしい気がして、素材感、そうそう、ん、ちょっと食べるところによって味変わってきますね。それ混ぜの問題、混ぜの問題それも面白いところですね。ちょっと醤油が強いところとか、うんうんうん、卵が強いところで味が、うんうん、あ、でもいろんな味があるってやっぱちょっと旨味に感じるよね、はい、確かに。シゲ結構いろんなラーメン再現してるじゃんね。それを作るにあたってなんか逆質問していい？なんかこう、はい、どういうイメージで作ってるというか、さっきも言った足し算なのか引き算なのか、うん、はい、味作り、味作りですか、うん、基本的には何ですか、再現レシピとかですか？再現レシピもそうだし、再現だったらもう原材料見ます、うん、なるほどなるほど。原材料見ちゃえばもう何が入ってるか分かれば作れるじゃないですか。すげえ天才だねすげえ。あとなんか量が多い順に入ってるじゃないですか、まあまあ、ああなるほどなるほど、そうだね、まあ、じゃあかなりそこにヒントがもう、あ、もうそれ見れば あるんで余裕でできる。見ない場合はお店行って何が使ってるのかいるよねそういうお客さんね。じゃあちょっと家庭用を作っていただけるということで、はいはい、いいですか？はい、最初そのオファーもらった時に作ってみたのよ、いろいろ、はい、でも家庭用のものというか普通のスーパーで買えるもので作るって難しいね。あ、そうなんですか。シゲすげえなと思って、はい、いろいろやってみて 70% ぐらいは再現できたかな。お、端的なスーパーで売ってるものであれを作ってね、はい、やってみましょう。はい、まずタレだね。これ材料ですか？これ材料、はい、材料はこんな感じ、はい、ちょっと説明していきます、はい、結局塩だれと醤油だれ入れるんだけど、これが市販のものでできない。なるほど。なかなか、はい、難しくて、それだけこの日本一醤油、卵かけ醤油、これはスーパーに売ってないんですよ、はい、あ、売ってないですか？これ売ってない。これは取り寄せかネットで買うしかない。これを使うことになるんですけど結局、はい、これは買ってください。ネットで、ネットで、これ必要、絶対。この卵かけご飯醤油、まあ、卵かけご飯好きなんだけど、卵かけご飯史上最高にうまいと思うし、好きな人は絶対これ、もうこれ以外の醤油で食べれなくなっちゃうぐらい。うーん、なので1本400円ぐらいかな。ちょっとこれを買ってもらいたいです。お店では使ってないですか？お店では、ひとやどのクジラで使ってるこれの卵かけご飯食べれる。あ、なるほど。こっちはまた違うタレにしてる、はい、で、まずこれを 10cc
10cc 計量スプーンとかで、まあ、10cc もしこれ買わなくちゃいけないんですけど、うん、代用するとしたら何かあるんですか？ないです。ない、これだけ。なんか代用するってなると、はい、もちろんなんか、まあ、お醤油とかでもいいんだけど、はい、いろいろやってみたの、はい、でもやっぱ代用ではまたちょっとレベルが下がっちゃうかな、うん、これ何入ってるんですか？これね、カツオ昆布ホタテの出汁が入った醤油、はい、めっちゃうまみが入ってますね。めっちゃうまみ入ってる。でさらに、はい、キッコーマンの出汁醤油。ああ、キッコーマン。さらにカツ、これはね売ってるスーパーあります。カツオ、マグロ、昆布、はい、はい、これも10、これも10。これだ、ごま油。なんか白いですね。これね、大白のごま油なんだけど、白い、あのごまの味がしないごま油。へえ。これも1000円ぐらいかな、大体。ちょっと高いんだけど、はいはい、この油じゃないと再現できないです。これ売ってますか？これ売ってます、スーパーに。スーパーで、はい、スーパーで買ってきました、全部、はい、これを、30。店でも30ぐらいですか、油？店も30だね。またこれとは違う油使って、はいはい、でも店のものじゃないもので作らなきゃいけないから、これも難しくて、うん、30。うまみ調味料、はい、今日はハイミンにしました、はい、お店ではハイミン使ってないけど、これも多分物変えるとまた味変わるんで、うん、味の素よりハイミン、味の素より1種類美味しいよね、うん、はい、ハイミンのがいいと思います。でこれ 1g、 何分でしょう、 1、2、3、4、5、6、7振りぐらいかな。あ、はい、これぐらいかな、 1g。 今日はサーモン糖にしました。あ、ちょっと自然な甘み、自然な甘みの方が美味しいです、はい、でこれがね 4g、 大体ね、これぐらいかな、濃さで 4g。 これで OK、 5種類揃えられそうですね。そうね、これだけないから、はい、まあ何で代用、まあ、白だしなのか。でもいろいろやってみたけど、これ以外でちょっと考えられないかな。なんでこれ醤油感強いですね。これね、うまみがね、えぐい。じゃあまあ代用するとしたら白だしと醤油ミックスとかってことですか？ちょっとあの、いただきます。舐めてみて。はい。どうですか？はい。どうですか？あの、ちょっとわからないです。わかってる風に言うと、あの、うまみがすごいですね。大丈夫？いや、本当に分かんなかったです。分かんない。はい、でもまあ結構ね、ホタテが効いてるかな。なんか麺もスーパーで買ってきました。日清のつけ麺の麺 120g 量って、ね、家庭でやる場合はつけ麺用の極太麺ですか？なんか太い麺がいいよね。5分、5分入れます。はい、で卵はこれもスーパーで買ってきたんだけど、はい、茜美人、はい、この卵美味しい。養女卵光、はい、卵出してるとこの同じ会社の、まあ、卵はぜひこだわってください。片手で割っていい？はい、うん、強いと思うんだよね。あ、強いっすね。強そうだよね。洗うときに気をつける点あります？お米とかとも一緒で、最初のなんかぬめり、お米もそうだよね、研いですぐ変える、1回目そこはやった方がいいような気がするよ。水を変えるというか、その水捨てるスピードも速い方が良さそうですね。どう？あ、なんかそういうの意識したことないですね。あ、そう、でも最初のその持ってるやつをあんまり携帯させておくよりは、一発目は、なるほど、捨てた方がいい、はい、水をよく切りましょう。はい、で、ここに行きます。茜、卵、はい、まあ、この辺のチャーシューはサラダチキンとかでもいいのかな。あ、なんか私なんか言ってるやつ、はい、これで完成です。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、はい、いただきます、はい、じゃあこれ家庭用でもこの味が作れるということで、うん、ちょっとさっきのやつと大体7割ぐらいはできたかなっていうイメージ。なんかこう見た目がすごいテカってますね、これね。油が大白油でしたね。大白、あ、大白油がすごいキラキラしてます、うん、食レポやってるなこれ。いつもやんないの食レポ？やんないっすね。やんないっす。やんないんだ、はい、卵かけご飯の匂いがしてきました。でも冷たいんですよね、これはね。あ、冷たいですよ、はい、でも香りはちょっと今してきましたね、まあ、さっき食べたのとどう違うかというか、はい、プロ目線で、はい、レビューしてもらえれば嬉しいです。麺がね、はい、先ほどの方がストレートでした。ちょっと縮れてるというか、ね、そうね、いただきます。はい、これ本当にもう一口食べた感じはもう変わらないですね、うん、そうね、うん、けどやっぱりお店に比べるとお店の方がバランスは調和取れてるというか、それはやっぱこれを作った後ちょっと平べったいよね、味がね。なんか確認しにというかプロの味。
違いを感じてもらいたいなと思います、はい、はい。